船橋正一12月25日から1976年1月13日は日本の小説家、東京生まれ、旧西ミッド高等学校を経て東京帝国大学文学部卒、弟は脚本家の船橋和夫、芸術院会員、文化功労者、大学在学中に諮問に参加。 四代目、河原崎長十郎や村山智義らと共に劇団、心座の旗揚げに尽力し、白い腕で分断に登場。明治大学教授として、教弁を取る傍ら、雑誌、行動に参加して、ダイビングを、発表、行動主義を宣言して注目された。多くの儀曲を書いたが、小説、牧石で地位を確立。戦中に書き継いで成果の高い。 失敗ややすき地を経て、戦後は、雪婦人絵図や、芸者、小夏シリーズなどの愛欲小説や、花の生涯をはじめとする歴史物を書いて、人気作家となった。その後も、ある女の円形好きな女の胸飾りなどで、独自の伝統的、感能的な美の世界を展開。庭文雄とは、自他共に認める、ライバル関係であった。他方で、自らが中心となって、 作家連合のキャラの会を結成し、風景を創刊。社会的、分断的活動も活発で、文部省の国語審議委員として、戦後国語国事問題に取り組んだり、日本文芸家協会理事長に選出されて、著作権問題の解決に尽力したりした。幼い頃からの相撲好きでも知られ、横綱審議委員会の委員を長く務め、後に委員長に任じられた。 東京市本庶横網町に生まれる。キリストの後端日にちなんで、聖一と名付けられた。父は東京帝国大学高科女教授の良介、母は沢子。弟三人と妹一人がいた。生後百日頃に不注意から、父の百日席が移り、これが因因となって晩年に至るまで全息に苦しむこととなる。1909年に、 父がドイツへ留学したため、神奈川県、腰越町さんの母の実家の別荘に転居した。この頃から祖母に連れられ、芝居見物をしていた。1911年に、青州神常高等小学校に入学したが、父が戻り教授になったので、東京市本郷区弥生町に移り、入学後5ヶ月で、東京市茂行神常小学校に転校。さらに1913年に、 東京府豊玉郡を落合愛村に移ったため、私立高千穂小学校に転校した。高千穂中学校を卒業後、水戸高等学校に進学し、肘方定一や片柳新吉らと知り合った。この頃から船津慶之助の筆名で、短歌、擬曲を発表し、同人雑誌、歩行者に参加。また、幼いるの文下生となった。1925年に高校を卒業し、 東京帝国大学文学部国文化に進んだ。四代目、河原崎長十郎を中心に、池谷新三郎、村山智吉らと共に劇団、心座を結成し、また文芸部雑誌、主門の同人となり、安倍智寺らを知る。主門総監号に、儀曲、新吉の幻覚を発表、翌年に、儀曲、古室社が上演され、 上塚佐カサ証券や秋田右宇に認められた。この年の7月に佐藤百次と結婚10月には慎重に白い腕を発表している。1928年文芸都市の同人となり、安倍友治、イブセマスジ、梶井ジ次郎と野村茂らと新人クラブを結成。翌年、心座を退き、安倍、イブセラと新文芸都市を創刊。 この他にも、京泉らと、川堀座を、小林秀夫や伊伏せ松次らと、新興芸術派クラブを、飯塚智一郎らと、演劇学会を結成して盛んに、文芸活動に身を投じる一方、荒くれ会同人になり徳田修正の文下生となっている。この間に拓殖大学と、明治大学で講師を務めた。1933年に創刊した。 行動に発表したダイビングは行動主義、能動精神運動を起こして大きな反響を呼ぶ。この頃、小林の勧めで文学界同人となり、さらに行動文学を創刊。1938年に文学界に発表した牧石で認められ、以後、新風平家物語、北村東国、女の手などを書いた。戦後は、 小説新潮に掲載した雪婦人絵図をはじめとする風俗小説で人気を得、1953年には花の生涯を発表。幕末の大老、井伊直介を中心とした、開国前後の動乱期の人間模様を描いた、この作品は NHK 大河ドラマの第一作となった。また1999年にも、新、忠心蔵を原作とした、原読両欄が、 NHK 大河ドラマで放送された。玉霊園にある船橋家の墓1966年より顔病が悪化し、晩年は両目ともにほぼ失明状態に陥ったが、後日筆記で執筆活動を継続。1970年より平凡者、太陽に自らライフアークと位置づけた現時物語の連載と読売新聞に太鼓、秀吉の連載を開始したが、 1976年完結を前に日本医科大学附属病院で休止。この両作を含めた数作が未完の絶筆となった。この日は選考委員を務めていた芥川賞の第74回選考会の前日だった。改名は文厚子院伝大見修正孤寺。菊池博吉川英治、吉谷信子らと共に文史場所でも有名であり。 主な所有場に中山大障害価値馬の桃太郎がいる。時に、府中、中山での競馬試工事には開催日程を解禁するほど熱心で、府中では英国風の洋服にハンチング一転して、中山では和服姿と使い分けたりする洒落者だった。ありがとうございます。